中尾健太郎です。伊藤真一です。今日この2人で紹介するのはこちら、はい、アウグストゥスじゃなくスパルタカスじゃなくてアウレリウスEQD の新商品モジュレーションペダルアウレリウスになります。はい、これなざっくり何かっていうと、ビブラートとコーラスと、EQD としては初の、モジュレーションロータリーが、3個1になったペダルになります。うん、このアウレリウスの、まあ、ちょっとパラメーターを紹介していきますと、うん、まずこのウィズが、モジュレーションの波の大きさを、まあ、小さいのから大きいこういう波まで変える。でバランス、これが原音とエフェクト音のミックスで、このレイトがこの波のスピード、こうピョンピョンピョンとかニョーンとかで、これがビブラーと真ん中でコーラスでロータリー、そしてこれがプリセットをここにメモリーできるんだけど、それの番号選ぶって感じ。では早速伊藤くんにまずその、はい、ビブラートのモードからやってもらおうと思います。はい、なんか俺今回の、はい、アウレリウスってさ、割とおなんかアースクエイカーにしちゃなんか、うんうんうん、あっさりした使いやすいものが、はいはい、なんかこう3つ、はいはい、モジュレーション入ったなと思ったんだけど、はい、めっちゃかかるやん確かにこのいやさっきまでさ、みんなでさ、はい、いや今回のは割と EQD にしちゃまあ使いやすい、うんうん、あっさりしてるよねとかって話してたのに、いやなんか触ると結構そうなんですよ、ね、いくねで結構その今割とまあクランチ程度でしたけども、うん、もっと歪ませて使うとさらに結構エグくかかるというか、引っかかるポイントが増えると、うん、あ、そうですよね、かかんだね、はいはい、うん、あ、なるほどね、歪ませるのとクリーンのとでは結構、うん、引っかかり方が違って面白いですよね。なるほどね、うん、じゃあ次コーラスいきましょうか。まあ、とりあえず12時ぐらいにしておきますか。Thank you.
歪みが乗るとなんかいいですよね。なんかコーラスって言ってもなんかちょっとフランジャーが、うん、そうね、しっかりこう揺れがこう、うん、あるからなんかフランジャーっぽくはいはいなるし、もっと歪ませると結構、うん、さらに派手になるというか。ギターっていいね。ギターだとやっぱ分かりやすいですよね、うん、なんかこういう音俺90年代のレーディングフェスティバルのダイナソージニアの動画で見たことあるわ。聞いたことあるわ。これはなんかほんとあの フランジャーっぽいうねりが出ますよね、うん、いいね、うん、これすごいこの音好きなんですよね。がっつり沈ませて、うん、まあこうレイトを速くすれば割と ちゃんとコーラスっぽいっていうかね、はい、クリーン、あのクランチとかで使うとさっきみたいな、うんうん、もっとコーラスっぽいというか。じゃあちょっとクリーンめの設定でも、はい、ちょっとアウレリウスのコーラス、これも完全にホワイトライトのゲインゼロね、はい、ゼロで。めっちゃいいやん。綺麗ですねやっぱり、うん、めっちゃいいやん、うん、あの EQD にもあの C マシーンっていうコーラスがあるけどさ、はい、あれは、うん、まあ、割とモジュレーションが強いけど、はいはい、まあ、ちゃんとしたあの、ね、普通っぽいコーラスとしても使えるけど、うん、俺あれはなんかね印象的にはちょっとあったかいコーラスみたいな印象があるんだよ。 あったかいコーラス、うん、なんやそれ。ちょっとウォームな感じの印象があるんだ、はい、これやっぱあのなんか何いわゆるコーラスの冷たい、はいはいはい、感じしますよね。そうシンとしたこう、うん、感じあっていいね。クリーントにもめちゃ合いますね、うん、めっちゃ合うね、うん、よっしゃ、うん、じゃあ次はじゃあロータリーいきますか。はいはい、
これいいですね。アルペジオとかとすごい合う感じが、はい、いいね、うん、ギターってこういうの使うポイントいっぱいあるじゃん。確かにありますね、はいはい、僕某バンドで使ったらいらないんじゃねって言われてはいっつって引っ込めたことあるわこれってもっと歪まして、スピードの速いモジュレーションがかかると非常に伊藤くんっぽいね、はい、モジュレーションは好きですね、はい、よく使います。伊藤くんっぽいね歪みにも合いますね。合うね、うんうん、歪みがちょっと乗るとやっぱ余計にこうかかりが目立って聞こえていいよね、はいはい、なんかもともとそのこういうロータリー系って割と何ですか、トラディショナルなこう、うん、音楽とかに合うイメージだったんですけど、まあまあね、うん、全然なんか今の音楽でも使えるというか、うん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 、かっこいいですねやっぱり音が。あとね、みんな使っていけばいいと思うんだよね、うん、そしたら僕のベースでロータリー使うのも採用されてたかもしれないなまあいいか、では次にプリセットの仕方を、はい、うん、まあ、超簡単なんですけど、これは簡単ですよね、はい、まあ、まずプリセットを入れたい番号に、まあ、6種類入れられるんだけど、入れたい番号にセットします。で、こうしたいつまみの位置に動かします、うん、で使いたいこうエフェクトのモードを選びます、はい、そしたらその次どうするかって、これを長押しするだけなんですお、これで保存されたってことですね、はい、以上。で、もう一個入れたい。2番にします。こうします。こうするよね。うん、これ、長押し。あ、チカチカした。あ、以上これだけ。めっちゃ簡単ですね。めっちゃ簡単。はい、で、これを呼び出すときにどうするかってことですよね。呼び出すときにどうするか。はい、来ましたね。やりましょう。ですね。まずね、このね、緑のランプの時は、まあ、言ったライブモードって言って、はい、あの、まあ、プリセットは出てないんですよ。つまみの位置のものがこう単純に出てる、はい、うん、で赤になると、これ押すと赤なんだけど、赤になるとプリセット、番号のプリセットの音が呼び出されますよ、はい、うん、そしてライブモードの時に、うん、じゃあそのさっきのさ、伊藤くんのさ、伊藤くん、ザ伊藤くんみたいなフレーズをさ、ここでプリセットしますよ、ロータリーで。はいはい。だからここあるでしょ、チカチカチカっつって。んで、例えば、ここで、コーラスの、はい、まあちょっとあっさりめとかね、うんうん、あっさりめの、しときますわ。はい。そして、今こう、オンの状態でしょ、うん、あ、ちょっと弾いてもらっていいですか、コーラス。
見た見た。これめっちゃくちゃ便利ですね。だからこうライブモードで、うん、そのなんか設定しといて、そしてこのフットスイッチを長押しするとプリセットを呼び出せるんです、はい、オンの状態で長押しすると、はいはい、だから触らずともバイパス音、うんうん、ライブモードの設定音、そしてプリセットの音が触らずとも弾きながら僕たちはこれを自由自在に扱えるんですよ、はい、だからあの、まあ、例えば曲中とかに A メロはコーラス使って、うん、そうサビでロータリー使いたいとかいう時にこうちょっと長押しすれば1曲の中で2つの音が作れるってことですもんね、はい、うん、でパッて切り替わるんじゃないんだよね。そうなんです、モーフィングするんだよね、なんかこう音がジョワンっつって、うん、あれがね僕好きなんですよ。あ、まあ、例えばプリセットにしといて、うん、まあオフね、EQD のフレキシスイッチも、はい、うん、ちゃんと搭載されているという、はい、ちゃんと搭載されている、うん、超便利。そしてこのサイズ感、確かにこの筐体で3種類入ってるっていうのは、うん、なかなか強いですよね、うんうん、そしてあのモーフィング効果、うんうん、俺あれ好きなんですよね、うんうん、では次にエクスプレッションペダルの使い方を説明していこうかなと、はい、まあ、まずはこのエクスプレッションペダルが、つま先側を、ね、はい、つま先側になってるのを確認して、はい、アサインしたいつまみをちょっと回すと、別にこれどんぐらいでもいいです、はい、そしてこれをヒール側にかかと側にね、はい、持ってくるとやるとアサイン完了です、はい、で今は、ロータリーモードの、はい、レイトにアサインしてます。まあ、今みたいな感じでそのロータリーのスピードがこう変わると実際のこうレズリースピーカーの、あのね、あの回転スピードのアップダウンみたいなのがこれで再現できるっていうことですね。じゃあ次はちょっと各パラメータにちょっとまあアサインしていってどんな風にこれがこう変わるかっていうのをちょっと見ていきたいんですけど、まあバランスにじゃあちょっとアサインしてみようかな。はい、はい、でまず踏み込んでいじってヒール側に戻すと、はい、ゼロだとまあドライになる。はい、そうですね、うん、じゃあ次ちょっとじゃあウィズも、はい、はい、行ってもらいましょう。
これも非常に面白いですね、効果が。なんかこうかかってるんだけど、はい、うん、ですよね、うん、なんかこう甘く深くっていうのが動いて、うん、割り当てるパラメーターによって結構なんか面白いことできそうですね、うん、これで、まあ、レイトだったらまあなんかいわゆるロータリーっぽい使い方だけど、はいはい、うん、今のウィズとかだとまあなんかちょっとまたなんか違う効果がなんか、うん、なんか見えますね。なんか面白いです、うん、なんかニュアンスが全然変わってくるという、うんうん、したらじゃあせっかくなんであのファズとの相性もちょっと見てみようかなと思います、うん、はい、で今回は歪み足す、はい、お持ちいたしました。激歪みですね、イケイケ歪みジェットですね、これはジェットフランジャーだね、うん、歪みとその相性いいですね、これ。じゃあ今度はちょっとベースでも、はい、ぜひお願いします、はい、試したいと思います、はい、あの僕弾いてるんでいろいろ、はい、ちょっとじゃあやってもろうと、はいはい、はい、thank you.
ロータリーモードいきましょうか、はい、ベースでやるとまたすごいですね。ローがすごいね。ローのうねりがグラッと出るよね。というわけで今回はアースクエイカーの新しいモジュレーションペダル、はい、アウレリウスの紹介でした。これで、みんなもちょっとモジュレーションにいろいろチャレンジしていただきたいと思います、はい、では中尾健太郎と伊藤慎一でした。